XB17 チタニウム、ブルックスイングランドは1866年、バーミンガムで創立された革サドルメーカーである。牛革を使う一枚の革を圧縮成形して製造する。革サドルを製造するメーカーとして現存しているケウナ、会社。当初はバグから始まり、1920年代の前世紀は、自転車のサドルのみならず、モーターサイクル用のサドルも手掛け、 従業員数2500人を抱える大企業に成長した。1980年代から合成樹脂、合成革のサドルが主流となったものの、革サドルは一度馴染めばしっかり体にフィットするという特性ゆえに、需要は一部の愛好家にはあった。2000年に、親会社スターメイアーチャーの倒産により営業停止、そして2002年現在イタリアのセルテロイヤルによって、 買収された。以来、チタンレールモデル、限定版、サドルバックなどラインナップが増えている。定番モデルとして B-17、プロフェッショナルなどがある。クラシックなサドルとして見られがちだが、近年では、サドルのレール部分をチタンにする、軽量モデルも製造している。なお、主力の B-17 をはじめとして、サドル後部に、 金属感が備わっているモデルが多いが、これは伝統的にイギリスのサイクリストが使用することの多かったサドルバッグを取り付けるためのものである。ありがとうございます。